はい、どうも、ウェブウェブひろです。今日はですね、Amazon プライム7月になりましたので、それの面白い作品、おすすめ作品なんかを紹介していこうと思います。Amazon プライムのこの画面で、なんとなく紹介していこうと思います。Amazon プライム無料作品ですよね。まあいろいろ課金しちゃうとどんどんもう月2000円、3000円とかすぐいっちゃうんで、課金しない無課金のね、プライム作品で、外国映画と日本映画の2つで注目していく作品を紹介していこうと思います。まず外国語作品ですね。メインブラックは最新作ありますけど、今見るとこの辺はちょっとしょぼいかな。CG とかね、しょぼいかなっていうところは個人的には感じますね。ゴジラもあって、ゴーストバスターズ、これつまんなかったっすよね。ジュラシックワールドもね、なんかこう、いやー、なんかワクワク感なくなっちゃいましたしね。で、アイアンマン、アイアンマン1作目ありますね。はい、これはなかなか、今からでもマーベル間に合うと思いますんで、まだの人はどんどんここら辺から手出していってもいいと思いますね。はい、あ、来ました。ミッションインポッシブルゴーストプロトコル。やっぱね、ミッションインポッシブルね、後出てきますけど、ワン、ツー、スリーとかね、ちょっとやぼったい感じもするんですけど、ゴーストプロトコル、あとローグネーション、で、スカイフォールアウトか。ね、回を重ねるごとにどんどん面白くなっていくっていうね、稀有なシリーズなんですよね。なので、ミッションインポッシブルはね、やっぱゴーストプロトコルあたりから、ちょっとこう、次元が変わってきたなっていう感じもするので、まあ、このあたりから見るのはかなりおすすめですね。はい、まあ、ミッションインポッシブル3はちょっとやっぱやぼったいですけどね。はい、あとは、ダークナイト、うん。ダークナイトいいですね。DC シリーズ。僕は唯一好き、唯一好きな DC シリーズかもしれませんね。はい、ああ、このボブという名の猫ね。いや、これはね、友達に勧められてみたんですけど、いや、あんまり面白くなかったですよね。はい、で、あ、来ました。ララランド。はい、ララランドですね。ララランドもみんな好きなんですけど、まあ、アカデミー賞とかも取ってますけど、僕ね、正直最初見たときは、あんま大したことねえな。なんでこんなみんな好きなんだろうっていうか、そもそもこれ好きな人って結構レアじゃねえとか思ってたんですけど、思い返すとなんかめちゃめちゃいい映画だなっていうのはすごく思います。思い返すとすごいいいんですよね。ふとした瞬間にララランドのことを考えると、ああ、あれいい映画だったな、みたいな。そういう感じなんで、あんまりね、こう目立たずに、胸の内にそっと腰まっときた映画だったんですけど、どうにもこうにもなんかこう、みんな注目しすぎてて、なんかそこが逆に気に入らねえなっていうところでもありますけど、まあ好きな作品です。あ、来ました。シャーロック・ホームズ。いや、いいですね、これね。シャーロック・ホームズの一作目ですかね、これ。トニーじゃなくて、なんだっけ。忘れちゃった名前。ロバート・ダウニー・ジュニア。アイアンマン以外にもね、こういうシャーロック・ホームズっていう映画、意外と隠れてるんですけど、見ると意外とアクションとかキレキレで、こう、中世というか、まあ、1700年 ?800 年かわかんないですけど、そのあたりのヨーロッパの、なんか、なんていうんですか、産業革命してる感じ。産業革命だから1900年ぐらいかな。産業革命してる感じの、煙たい感じの中のアクションみたいなのはちょっとおしゃれだなとは思いますよね。アトミックブロンド来ましたね。アトミックブロンド。シャリネ。シャーリーズ・セロンがひたすら体を張り続けるっていうアクション。これはね、僕、Amazon プライム映画館で見れなかったんで、もう、我先に見ようと思って課金、800円くらいして課金しましたけど、いやー、なかなか面白い。その当時の冷戦のね、東西ベルリン分かれた時の、冷戦の、なんていうんですか、その冷戦下での舞台にしたアクション映画として、なかなか面白い。アクションもキレキレですし、サスペンス、なんていうんですかね。スパイ、二重スパイみたいなね、そういうサスペンスもあって、なかなか最後まで楽しめる映画でしたね。あ、来ました。トランスポーター3、アンリミテッド。これね、トランスポーター1、2、3がジェイソン・ステイサム主演の映画なんですけど、3がね、一番面白いですよね。僕、2000年から2009年の間で、映画ランキングつけたら、トランスポーター、トップ10入ってきます。トランスポーター、ごめんなさい、3は。手に入ってきますね。こうね、ジェイソン・ステイサムの、なんていうんですかね、やぼったいアクションなんでしょうとかじゃなくて、めちゃくちゃスタイリッシュなんですよ。なんかこう、あ、こんなアクション見たことねえや、みたいなのが結構あるし、こう、トランスポーターってやっぱ車メインだと思うんですけど、車だけじゃなくて、ね、自転車とかね、なんかそういう、自転車とかそういう乗り物も含めてのアクションもかなり見応えあるので、トランスポーター3は、いいですよね。これちょっと段違いに好きなトランスポーターシリーズですね。はい、
で、シェフね、シェフもありますけど、シェフは、結構みんな好きな人多いんですけど、フードトラック始める話なんですけどね。まあ2時間あって1時間何にも起きない、まあ起きてるんですけど、1時間何にも起きない、フードトラック早く出してっていう気持ちになっちゃうんで、みんなが思ってるよりは僕あんまりシェフは好きじゃないかなっていう感じですね。はい。まあシャイニングもありますし、お、イエスマン来ましたね。イエスマン。これはね、ジムキャリー無双というか、ジムキャリーの美味しいところ。ジムキャリーにこういうことやってもらえたらめちゃくちゃやっぱ美味しいよねっていう、ジムキャリーの美味しいところをぎっしりと詰めた作品なので、まあ144分気軽に見れる尺なので、まあとにかくね、イエスしか言わない。まあ人に何か言われたり頼まれたりしたら、イエスって言葉をとにかく返すっていうね、怪しいうさんくさいセミナーに参加してから人生が変わってくっていう話なんですけど、イエスっていうだけでそんな変わるみたいな、そういう面白さ、なんかこういつもね、普段だったら僕らノーとか言っちゃうけど、ここイエスって言ったらこんな変わるんだみたいな、そういうね、なんかこう人生観変わるような大きなメッセージも含めているので、まあイエスっていうことで視野が広まる、まあそういう気持ちもあるので、イエスマンかなり気軽に見れるし、笑えるし、なんだかんだちょっと終盤意外なアクション的な見せ場もあるので、いや、かなり幅広く楽しめる作品だなと思います。あ、来ました。シャーロック・ホームズ・シャドウ・ゲーム。いや、こっちの方がね、さっき一作目紹介しましたけど、こっちの方が好きです。これね、誰も言わないんですけど、本当になんていうんですかね、ここ10年で見たアクション映画で、一番こう鳥肌というか、うーわ、かっけーって思うシーンあるんですよね。いや、わかんないですけど、僕は個人的には思いました。うわ、かっけー、このアクションシーン、うわー、みたいなね。かっこいい、逃げてるっていうシーンなんですけど、そこの逃げのシーンなのに、かっこいい、みたいな。もうそれがもういいですよね。シャーロック・ホームズやっぱね、いや、実はこっちの方が、いや、続編見たいよな、で、3作られないかな、とか思いますけどね、はい。まあ、7もありますね。まあ、大ジャッシュ来ましたね、はい。まあ、これは、まあ、おバカ映画なんで気軽に見るにはいいと思います。155分ちょっと長いかなと思いますけどね。フレンチャン来ましたね。2017年のこれは個人的な映画ランキング9位の作品ですね。これね、全くね、注目されてないんですけど、まあ、1時間32分と見やすいですし、こうなんかこう、CIA のアウトローと天才スリしか手を組むっていうね。もうその時点で楽しくないですか？で、その天才スリしの、この手際の良さっていうのがすごくアクションシーンとかね、話の展開に盛り込まれてて、なんかこうピタゴラスイッチ的な面白みがあるんですよね。でもちろんね、 CIA のアウトローもね強いんですけど、そこまでね、そのなんていうんですか、そこら辺のスパイ映画とかよりは強くすぎないんで、割とやってることをやれることを上手の範囲内ですし、でそれとスリが手を組んで、その2人が起こす化学反応っていうのがなかなか面白いし、ラストもね、ラストがちょっとね、しょぼいんですけど、それまでほんとずっと楽しめるなっていう。いや、本当に2017年を代表するアクション映画、新しいスパイアクション映画出てきたなっていうところで、フレンチャンかなりおすすめです。はい。で、この辺ね、なかなかいいのあると思いますよね。はい、こんなとこですかね、洋画はね。はい。なので、僕のおすすめとしては、シャーロック・ホームズのシャドウゲームとフレンチラン、この辺おすすめなんかしたいと思います。はい、では、日本映画いきますね。日本映画いきます。うん、あ、君の膵臓を食べたいっていうね、このめちゃくちゃ邦画の悪いとこ詰め込んだ映画もありますけど、あ、来ました、勝手に震えてろ。これな、松岡真由の本当に一人相撲って感じ、一人横綱相撲って感じですごく楽しめましたね。ただ、1時間56分ちょっと長くて、これがね、もしね、1時間半とかだったら、いや、相当いいぞっていう感じになってましたよね。やっぱね、ちょっとね、間延びしちゃう部分があるんで、1時間56分長いなっていうところはありますよね。あと、世の中のね、評価がちょっと高すぎるんで、その映画をあんまり見てない人がこれ見たら、え、これ本当に面白いのってなっちゃうかもしれないんで、ちょっとおすすめしづらい部分はありますよね。あ、来ました。サバイバルファミリー。これもね、2017年、僕確かね、7位か6位だったと思うんですけど、それぐらいかなり楽しみました。矢口忍監督ですね。スイングガールズとか、ウォーターボーイズの監督の作品で、で、突然電気が使えなくなっちゃったらっていう設定から始まるんですけど、
そこのシミュレーション的な、サバイバルシミュレーション的な映画でもありつつ、実は現代人、日本人がなくしつつある他人への優しさとかね、そういった部分を浮き彫りにしてくるわけですよね。例えばなんか電気がないんでお金の価値がだんだんなくなってくると、で物々交換の世界になってきた時に、主人公たちがある一番現代的な生活をしてない人と出会うんですよ。でその人から助けてもらうんですけど、何か主人公たちはこうお金を払わなきゃとかね、見返りというか対価を支払わなきゃいけないなみたいな、ちょっと恐怖心があるわけなんですよ。だけどその田舎の人は、いやそんなん別にいいじゃんみたいな、いや優しさというか、まあお互い様ですしみたいな感じで、なんかこう都会的な価値観を揺るがしてくるみたいなシーンがあるんですけど、それがすごく印象的で、いや現代人、あもうなんか優しさとか失いつつあるなみたいな、電気をなくなった時の社会に対する継承の裏に、実は優しさも同時に現代人失ってるよねって、そっちがもう先に来ちゃってるよねみたいなことをメッセージとして伝えてくるのが、このサバイバルファミリーは非常に良かったと思います。次、祈りの幕が降りるときいいですね。東野圭吾の新参者シリーズ。なかなかこれね、原作も読み応えがあって、映画もかなり、見応えがありました。まあ、これぐらいのね、サスペンス、骨太なサスペンスやってくれるとね、いや、邦画のテレビ局映画も捨てたもんじゃねえなって思うんですけどね、TBS 映画だと思うんですけど、はい。やっぱ原作の力、面白い映画を、面白い原作を映画にすると、やっぱそこそこ面白くなるなっていうところで、この作品はなかなか、テレビ局映画だからって敬遠するのはもったない作品ですよね。はい。この辺ね、来まして、あ、来ました。定位置の国。いいですね、定位置の国ね。これはね、もう漫画から飛び出してきたようなね、こうなんていうか、男子校で、まあ、ここの高校の生徒会長、総理大臣とにかく主人公はなりたいんで、まずはこの高校の生徒会長になる、みたいなね、そういう高等向けの話なんですけど、その高等無形さがめちゃくちゃ面白くてね、出てくるキャラクターの名前、ヒムロ・ローランドみたいなキャラクター出てくるんですよ。もう過剰すぎて、もう逆に笑えるみたいな、金髪ロン毛の高校生みたいな、もう逆に面白いみたいな、そこまで突き抜けててくれたら面白いし、しかもこれね、生徒会っていうね、生徒会選挙っていう、それをね、ストーリーの主軸にするんですけど、それ以外にこう、自分の親同士の縄張り争いみたいなのとか、実際の政治と絡めたこう政治ネタ、汚職ネタみたいなのも生徒会選挙なんかに入れてくるんで、かなりね、こう、なんですか、漫画っぽい作品なんですけど、現実味もあるっていうね、そのコメディと虚構と現実のこう、狭間というか、まあ、めちゃめちゃコメディなんですけど、現実に起こってる苦味も入ってるっていうね、そういうなんかこう、深い、意外と深い、けど笑えるみたいな、そういう作品ですごくおすすめですよね。この辺ね、かぼちゃの前ね、つまんなかったっすよね。はい。あとね、告白いいですね、告白ね。1時間46分。いいテンポ感ですね、これね。はい。あとね、何者来ましたね。これ、浅井亮、直木賞取った作品なんですけど、これ原作読んでね、すごい衝撃を受けたんですよね。こう、ツイッターで言ってる発言と、現実で起きてる出来事のズレみたいなね。なんかこう、あるじゃないですか、ツイッターでね、大学名入れた後にスラッシュ入れて、どこどこサークル、なんか、英語3文字の頭文字入れたプロフィールでね、スラッシュみたいな、国際スラッシュみたいな、英語スラッシュみたいな、そういうやつらいるよね、みたいな。でもこいつら、そう、なんかツイッターとかね、SNS 上だとカッコつけてるけど、実際起きてる、実際抱えてる現実の問題って、めちゃめちゃダサいし、お前何者かのように、語ってるけど、お前何者でもねえからな、みたいな、そういう視線をね、突きつけてくる。さらには、何者でもないどころか、お前人として最低の方だからね、みたいな、そういうね、えぐり方してくるんですよ、この作品は。しかも、その浅井亮原作を三浦大輔監督って、三浦大輔っていう監督もまた意地悪な監督でね、いや、ほんと人間って実際こうだから、みたいな。お前ら取り繕ってるけど実際こうだからみたいなね、そういうね、闇の部分を押し付けてくるような監督と浅井亮のこの原作が絡んだこの作品っていうのは、やっぱりね、
力強いというか腹黒いというか現実問題、人間ってこうだぞみたいなのを突きつけてくるっていうね。だけどちゃんと後味は現実に立ち向かっていくんだっていう力強さもあったりして、なかなかこれあのなんていうんですか、メンタル的に強い時に来ないと、あ、見ないと結構ずっしり来ちゃうような気がしますよね。これ何者ほっとけない作品ですよね。1時間37分いい尺ですよね、はい。あ、海町ダイアリーもありますね。バクマンもありますね。バクマンね、もう佐藤健お前これ高校生役やっても何者就活生役でもルロケンとか出てますから、もう何歳までこう役のレンジが広いっていうね。お、出た、湯を沸かそうの松也、これひどいよ、ひどい映画でした。なんかみんな褒めてるしいろんな賞も取ってるけど、ただただ気持ち悪いっていう、そういう映画ですよね、はい。あとね、あれ、そうさっきできなかった、あ、ウッジョブいいですね。これもさっきのねサバイバルファミリーの矢口忍作品でね、かなりいいですよね。これサクッと言いますけど、林業を始める少年があのど田舎行って林業の研修を受けるって話なんですけど、いやこれいいっすよね本当に。何ですか、田舎あるあるの描写が的確で、例えば軽トラ坂道でめちゃくちゃ飛ばしたりとか、まあ、そういうのも面白いんですけど、なんて言ってもね、田舎行って最初と戸惑うのが大事なのが戸惑うと思うんですけど、田舎の人って知らない人というか、まあ、多分その地域に住んでる人に対しては誰かで構わずこう会釈とかするんですよね。でその会釈できない主人公に向けられる視線みたいな、そのディテール、たまんねえな、うまいな、分かってんなみたいなね、そういうディテールがね非常に良かったのと、ウッチョブに関してはね、あの木を切る林業の話なんで、実際に樹齢100年とかね、それくらい超えてるでっかい木を実際に切るっていうシーンがあって、ああ、これすげえ贅沢だなみたいな、そういうなんか何ですか、職業ディテール的な面白さもありつつ、こう田舎の文化、自然の豊かさみたいのも感じられるっていう、なかなかナイスな作品だったと思いますね、はい。あ、来ましたね、容疑者役の変身。これはね、あのダサい演出もありましたけど、なかなか楽しめました。あ、凶悪ね、リリー・フランキーと、ピエール・タキ、そして山田孝之っていうね、こうね、凶悪はね、ほんとすごい映画で、白石和彌監督っていうね、今日本映画を代表する監督になりつつある監督の出世作、まあ、凶悪なんですけど、これはね変わった映画で、結構凶悪犯による凶悪な犯行を延々と流すんですけど、その犯行にちょっとテンション上がってる自分がいるっていうね、でそれに気づいてハッとするっていうね、そういうちょっと体験ができる、これもね結構精神力使うので、あの本当にタダで見ていいんですか、これタダですよね、あ、プライムですもんね。いや、これは結構ね、精神的に安定した時に見ないと、その凶悪側に取り込まれる可能性もあるっていう、ちょっと危ない作品だなっていうところですけど、めちゃくちゃ話も面白いんで、ぜひぜひ見てほしいなと思います。はい、あ、なるほどね。あ、来ました。これね、真夏の方程式。いや、いいですよ、これ。東野圭吾の同名小説を、フジテレビが映画化したんですけど、テレビ映画なんですけど、テレビ的なダサい部分を極力排除して、でサスペンスっていうよりはどっちかっていうとこうヒューマンドラマに重きを置いた作りになっていて、割と事実っていうのは早めにわかるんですけど、それを受けた側、その事実が明るみに出た時に人間はどういう反応するのかっていう、ね、そっちに重きを向けられているので、そこがまず面白いっていうのと、これ映画的な仕掛けがすごくされていまして、何ですか、ペットボトルロケットが出てくるシーンがあるんですけど、そのペットボトルロケットが出てくるシーンはペットボトルロケット主観のカメラアングルだったりするんで、すごく映画的な驚きがあって気持ちがいいんですよね。まあ、こうまさにこう夏にぴったりな真夏の方程式というのはこれナイスな作品ですよね。こう濃厚な、まあ、ちょっとしたサスペンスで濃厚なヒューマンドラマ、そんでもって映画的な、喜びにあふれた映画的な仕掛けっていう、なかなか真夏の方程式はテレビ映画だからといって放っておけない、僕かなりこの映画個人的にはすごく好きです、はいはい。あ、それでも僕はやってないね、これ2時間23分痴漢冤罪の映画、これ見てない方ぜひ見てください。あの TBS のドラマ 99.9 っていうね、ドラマありましたけど、あれもね日本の司法制度のなんていうんですかね、決定みたいなのを木彫りにするっていう話だったんですけど、それの走りですよね。それを僕はやってないっていうのは
日本の司法制度おかしいだろって。なんで起訴されたら 99.9% が有罪なんのって。そんなに国間違えないのっていうね、そういうところ、むしろその事件の真相とかってより司法制度の欠陥を炙り出してやろうっていうね。まあ、今もこれね、続いてますけどね、そういった地下冤罪とか冤罪事件とか続いてますけど、それにね、一石を投じるというか、かなり価値のある映画だと思うんですけどね、こう2007年の映画でなんかやっぱどうしても埋もれてしまいそうなんですけど、まあ、埋もれさすには本当もったないし、埋もれさしちゃうのは本当怖いよなって、日本が怖い社会どんどん進んじゃってるような、進んでっちゃってるよねっていうのはやっぱ思いますよね。はい、あ、来ました、刑法第39条。いや、これもなかなか面白いですよね。2時間13分ちょっと長いんですけど、堤真一がね、いや、果たして神経を病んでる犯人なのか、それとも病んでない健常者なのかっていうね、刑法39条、精神を病んでたら無罪になるみたいなね、そういう方、刑法に対してを取り扱ったサスペンスなんですけど、なかなかこれね、いや、面白い。これ1999年なの、この映画。いや、古さ感じないと思いますよ。これ今見ても、いや、第一級の邦画のサスペンスだと思いますよね。あ、来ました。奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて、あ、ごめんなさい。奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール。はい。水原希子のベロチューが見れます。はい。次行きますね。なんかね、3月のライオンつまんなかったですよね、これね。はい。なかなかいいのがないな。あ、アフタースクール。うん、いいと思います。内田健二監督覚えておいていいと思いますね。最近何やってんだって。あ、長い言い訳。はい、西川美和監督、早稲田大学出身のね、是枝監督のお弟子さんですよね、長い言い訳。これ2016、最近映画出さないですけど、まあちょっと次回作何やってるのかな、気になりますよね。まあ、長い言い訳ね、正直ちょっとあんまり僕ね、揺れるとかね、ディアドクターすごい大好きなんですけど、長い言い訳はちょっと変わった映画だったなと思いますよね。はい、うん、あ、64前編ってことは後半もあるのかな。64はね、ちょっと原作読んでからこれ映画見ると、ちょっとね、エンタメを出しすぎて、原作の大切な部分削っちゃってる感じするんで、あんまり好きじゃないですよね。前編後編ね、両方2時間2時間あるんで、まあ、うまいことやって2時間20分くらいできたんじゃねえかとか思いますけどね。はい、まあ、100円の声、来ましたね。安藤サクラ。うん、まあ見るとちょっとね、演技してるかなって感じもしますけどね。はい、あ、ジェネラルルージュの凱旋。いや、これも意外とドラマ映画ですけど、いやなんかやっぱコードブルとか違って、ちゃんとこう医療が分かんない人にも医者の働き方っていうのも分かりますし、なんていうんですか、医療ディテールがちゃんと素人にも分かるっていうのはすごく良かったなと思いますね。はい、ということで、邦画、いいなと思うのは真夏の方程式と定位置の国ですかね。いや、定位置の国は本当にね、ただのコメディじゃないなって、現実とちゃんと陸続きだなっていうのもありますし、いや、真夏の方程式はやっぱりこう、いや、ドラマ映画の新しい形見せてくれたかなとか思いますけどね。なんかこの形、このレベルで、このクオリティでドラマ映画出してくれたら、もう全然見に行くのにって感じですよね。これ本当スクリーンで見て本当にワクワクしちゃいましたからね、真夏の方程式に関してはね。はい、で、これね、プライムね、ちょっと意地悪なんですけど、こう日本映画、外国映画とかあるんですけど、これ以外にもあって、僕それね、隠れプライムって言ってるんですけど、今日ちょっとそれのおすすめ作品、一作品、ちょっと時間もあれなので、紹介していこうと思います。一作品いきますね。ロストバケーション。はい、ロストバケーション来ましたね。これね、吹き替えじゃねえな、吹き替えでいいのか、サメ映画ですね。サメ映画、126分のサメ映画ですね。監督がフライトゲームとか、最近だとトレインミッションとか作ってた、なんだっけな、ジャウム・コレット・セラ。それ、ジャウム・コレット・セラってすごい言いたくなるワードですよね。で、ロストバケーションのジャウム・コレット・セラ作品、1時間26分何が起きるかっていうと、離島にちょっと気晴らしで女の子が遊びに行くんです。サーフィンしに行くんですけど、そこでサメと遭遇してみたいな、わかりやすくとそういう作品なんですけど、サメ映画に必要な、やっぱこう、美女の水着とかね、
バカな男とかね、でっかいサメみたいな。っていうね、そのサメ映画に欲しい要素がもう、なんていうか、一番削ぎ落とされた、一番かっこいい形で組み込まれてるっていうのと、カメラアングルがやっぱこう離島で、しかも女の人一人の映画なので、離島で、こう、まあやっぱ飽きちゃうのかなとか見てた思ったんですけど、いろんなカメラアングルなんですよ。例えば水中カメラだったり、こう、水中とこう水面、水中と、なんていうか、空気、水上、両方見れるカメラとか、あと上空からのカメラですよね。そういったカメラアングルがいろいろ豊富なので、割と飽きずに見れるし、その、例えば上空アングルに、でっかいサメの影とか映っちゃったりするのめちゃめちゃ怖くないですか？さっきまで、ああ、綺麗な海だなーなんて思ってたら、あ、なんか、めちゃくちゃでかいサメの影あるんですけど、みたいなね。なんかそういうのを見ちゃうと、あ、おしゃれなんだなーとか思ってたのが急に、うわ、めっちゃ怖いみたいになるの。あ、そこら辺なんかうまいなーと思いますし、126分やっぱ内容もこう展開盛りだくさんで、いけるか、いや、いけねーみたいな。今度こそ、いや、ダメだーみたいな。その、いける、いけない、死ぬ、死なない、みたいな、その、つるべ打ち、その、お、いける、いけないの感じのバランスっていうのがすごく良かったので、126分やっぱ楽しめましたよね。なんかいつもね、夜中にね、映画見るんですけど、もうほんとあっという間でしたよね。あ、もう終わりっていうか、めっちゃドキドキしてるみたいな。あ、海行きたくねえけど、あ、海綺麗だったみたいな。そういうなんか、すごくサメ映画として大成功。一番気軽に見れるサメ映画なんじゃないですかね。やっぱおしゃれですよね。なんかこう、野暮ったさがないっていうね。いや、なので、ロストバケーションはこれ、あの、プライム作品、ちょっと探らないと出てこないんですけど、隠れプライム作品ということで、ちょっと上げさせていただきました。はい。ということで、ちょっと取り留めもなくなってしまった部分もあるかもしれませんが、Amazon プライムの、おすすめ作品、月に1回ぐらいできたらいいかなと思います。月1回ぐらいで入れ替わりますよね、Amazon プライムね。はい。ということで、プライム、ここに出てくる外国映画とか日本映画とかね、ここに出てくる作品以外の、こうなんですか、隠れプライムなんかも毎月こう紹介できればいいなと思います。はい。ということで、以上終わります。それでは、また来月、1分映画表でした。